Oh, here we go. はい、おはようございます。She's doing it from home? 空の桜井正弘です。今日はずいぶん雰囲気が違うところでやっていますけれどね。今、収録日は2020年5月の2日です。May. これは新型コロナウイルスの影響でですね、世界的に、外出禁止が叫ばれています。日本でも、全国的に緊急事態宣言などが出ていましてね、Understandable. なかなか外に出られない状態ではあります。スマブラチームも、テレワークをしています。私も、自宅で監修とかをしているわけですね。でですね、今回、例えばスマブラの新キャラクター、新ファイターを出すときに、必ず番組を作っていたわけですが、こんなことではスタジオに集まることができないなと。じゃあ今回は中止かな、それともムービーだけ出して何とかするかなと思っていたところ、任天堂からですね、立派な撮影キットが自宅に Oh, 送られてきまし cool. た。He probably had to set it up. ああ、もう分かった、すべて理解したと。つまり、ここは私の自宅なんですね。Yeah, I knew it. We're at his 自宅か house. らお送りしています。From the comfort of his own 任天couch. 堂の公式放送で、自宅を晒したっていうのは、もしかしたら初めてかもしれないですね。ゲームディレクターのお住まいってい Dang, うのに、man, he's ちょっ got と two 興味 big. 深いです。Wow. モニターが2つあ But る those の are は、state-of-the-art 撮影現 televisions 場を too. 見ていたりとか、お客さんが来た時に同じゲームを、2つのモニターで出して同時に発射するみたいな、そういうことをしてるわけなんですが、Oh, he's got the setup set up. 今回こういう事態になり He まし is たa の true で、ちょっ gamer. と特別な放送ですが、頑張っていきます。よろしくお願いします。True では gamer. 最初に、アームズとは任天堂スイッチの初期の頃に出た対戦型アクションゲームで、 It's a fun 子供がgame. バネのようになっ Played てthe 友達 demo. が戦い合うというものでした。イイネ持ちが有名ですね。両方のコントローラーを手に握ってこのようにパンチをすパるンチパンチといパうンようチ。な操作形態でした。でですね、簡単に、手がスプリングというけれども、あの人たち一体何なんでしょうね。腕がこう伸びると、ミュータントなのかサイボーグなのか、どうもいまいちよく分からなかったので聞いてみたんですけど、どうやらアームズ能力者っていうのがいるらしいですね。アームズ能力者は、その能力を発揮するときに手がバネのようにな Oh, it's a る。superpower. 手じゃない人もいるみたいですけどね。でも、とにかくそういう一定の確率で一定の人数いるというような、タイプの人たちらしいです。でもそのアームズファイター、何が参戦するのかっていうこ と They は all 分か are. らなかったですよね。参戦ムービー作りました。ここでわかり Oh, ま here we す。go. で Reveal はご trailer. 覧ください。Have a look. Here we go. Oh, baby. Twin Tails. Kirby! And just eats the whole bowl. Spring Man. Ribbon girl? Oh, I bet it's both of them. Oh, all three of them? Ninja? They all want that letter. Min-min. Looks like it. Oh, dang. Min-min! So Min-min made it in. Oh, look at that stage.
Look at that. So does she always get those arm setups? Oh, she could switch them out. Runs the noodle shop. Oh, it's the special button that does the arm attacks, it looks like. Oh, so everybody from the arms attacks. And then Min finishes them off. That's so cool. I was thinking you were gonna be able to switch him out. But I guess it's specifically Min. No, he's hanging back. Yeah. What is this? A shenanigans. Min arms herself for battle. というわけで、アームズから新ファイター、Min の参戦です。ラーメン大好き少女、麺天飯食堂の看板。The Nintendo Noodle House。なぜアームズのファイターの中から Min かというと、ぶっちゃけて言うと、アームズの矢吹さんが Min。Oh, specifically he wants Min。まあ私も。面面か忍者らかなと思っていました。スプリングマンが主役じゃないのかというような見え方もあると思うんですけれども、どうやらそうではないです。みんな主役ということをおっしゃっていました。 Everyone's the protagonist. スプリングマンで画像検索をしても何らかの悪魔超人の絵ばっかり出てくるんですよね。これから、ゲームの説明を行いますが、すべて開発中であることをご了承ください。Still from the development version, integrating arms into Super Smash was very difficult thing to do. そして結果的に変わった戦法も使います。Hey, verified, redeem that H2 well. はっきりとしていてですね、主に重量級なんかは得意なんですけれども、However, lighter fighters and fighters that excel in the air will be tough for Min. I believe it. Yeah, because of all the downtime that she shooting those arms out, so she's gonna have to play the long range game. Fighter Pack 6. Ramen bowl. 両腕がスプリング状になっているのが分かりますね。そして、それぞれ別のアームを装備しています。アームの特徴について、まず腕を伸ばすことができます。これ強攻撃という概念のものですか、ね。That's her tilt attack. Jeez, look at that range. Smash attack. これはもうちょっと威力があるものを伸ばす。Down smash look like. そして強攻撃というのは打ちながら歩くことができたりします。Oh wow. そして、ジャンプなんかもできるんですね。打ってる途中。Is attack coming back? 操作することができます。で、空中でスマッシュ入力。You can use the smash and put in the air. Oh boy.これスマッシュ入力、これ普通の入力、ちょっと長さと威力が違うんですね。Oh, look at all that recovery on her attacks, though. 曲げることができます。上シフト。Perry is not gonna be her friend. 下シフトの時、地面にぶつかってるからコキンと曲がってたりしますけれども、こうやって狙いを定めることが可能です。That's cool. そして他のファイターに比べて大きな相違点が一つあります。それは B ボタンが普通に必殺技ではないということですね。まず A ボタンを押します。これアームを打ちます。左アームですね。そして B ボタンを押すと。Oh, so one button is the left arm, the other is the right. Gotcha. A ボタンと B ボタンが対照的な、右腕と左腕を操作するというようなものになっているんですね。必殺技がないわけではないですけれども、後で説明をします。なので、これを利用すると、まずこうやって左右に打ち分けることができたりとか、強攻撃とスマッシュ攻撃のコンビネーションをしたりとか、上狙った後下狙うみたいなこともできると思います。 Dang, they come out fast though. AB 同時押しにスマッシュ。 I'm wondering if this character might just be a nightmare on netplay. 立て続けに押すと AB、AB over and over again.両方のスマッシュ。Unleash both continuously. Oh, cool. They just hold mash A and B at the same time consecutively. A ボタンの入力、つまり左腕から先に出ることに。Oh, but the left arm will always shoot out first. 思えば二人操作がソファーの上だとできないので、サイドテーブルを用意してきました。直接攻撃とはいえども有利なところはもちろんありまして、例えばカウンターなんか全然。That's OP. So it's disjointed.全然平気です。ただ
弱点見えたものもありまして。Close range combat. Yeah, I bet she's gonna get rushed down. That's that Byleth struggles with that, man. Byleth. Yeah. Okay. So it doesn't hit coming in. 当たらなくなってしまう。もちろんこの後の隙はすごく大きいですから、簡単に反撃を受けてしまうというようなことになると。だからこそ上シフトとかを使って。対空をしていかなきゃいけないんですけれども、そうそう自由に曲がる。I'd probably be good that lifting your punch upwards probably good at anti-airing。敵が上から飛んでくるみたいなシチュエーションは比較的苦手ということになります、ね。空中で攻撃をすることももちろん。Yeah, there would be a huge emphasis on anti-airing。でもないというか当たりにくいものなので気をつけていきたいですね。基本的には間合いを分けるということで。逆に面面を相手にする場合は。どんどん接近していくことを第一に考えるべきですね。なお、シールドされても比較的大きな隙ができます。Yeah, she's probably gonna get punished. Yeah, it looks like she has even more recovery if she gets buried too. 上必殺技と下必殺技はあります。といってもちょっと特殊なんですが、下必殺技はアームチェンジになります。この右腕のアームだけを切り替えることができる。You can only change the right arm. どんな時にでも操作が可能な状態だったらパッ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 と切り替えることが可能です。まずこのリング状になっているのがホットリング。牽制に向いてるアームだと思ってください。比較的素早く。Oh, so it hits in, coming in and out. 攻撃をするとここでリングを。The ring gets released. この切り離したものに。Ring hits detection. ここには当たり判定があります。なので、比較的広い範囲を迎撃するため。Oh, his power is low. Gotcha. Probably, it's probably for damage. 上に下に動かす範囲も結構広めですね。Oh, dang, it's got some knockback. Oh, what? What is this? That's so cheap. 次にメガボルト。これは威力が抜群のアームだと思います。はっきり言って、スピードは遅いです。全体的にリーチも短いですね。なので見切られやすいです。曲がることも本当に不自由だけども、これが一発当たれば結構痛いです。しっかり貯めたメガボルトならこのくらいからでも撃墜できるかもしれないですね。 Dang. But good luck getting a fully charged one off. 多人数戦でとにかくどさくさに紛れて撃墜数を稼ぐとか、そういうものには向いてますね。逆にワンオンワンとかではちょっと当てにくいかもしれないです。次にドラゴン、もうすでに左腕にくっついているものですが、両腕をドラゴンにすることができます。2ドラゴンズのホットリングや撃墜向きのメガボルトに対して割と素直というかスタンダードな性能ということになります。右と左で打てるわけですが、この時にボタンを押し続けると、Oh, it shoots fire. レーザーを出すことができるんですね。Laser will shoot out. レーザーでしょうか。A dragon laser beam. これを利用して例えば別々のところにビームを放ったりとか、そういうふうにしてより長い距離を牽制することが可能です。Oh, the recovery on those arms, though. 左右に打ち分けることはできますから、両方でビームを打ってみたりとか、その際ちょっと角度を変えたりとか。横に対しては広範囲の攻撃範囲を持て得ることができるというものですね。そしてもう一つ特徴があります。 She is kind of cool though. I bet she's going to be one of the funner zoners to play. これ原作と同じですね。 I have a feeling this character is going to have a lot of setups. 相手を掴んで、 Oh no. Tether grab. 左腕はドラゴン化しているのがわかるでしょうか。アームとしても大きくなっています。比較すると炎とか出てたりとかしていますね。強化された左腕は普通のドラゴンよりも威力が高いです。ドラゴンレーザーも普通のものよりも強化。 Okay, so the laser is stronger. これが普通のもの。これが強化版。ちょっと渦巻いてたりしますよね。Dang. This game already has enough zoners. 空中通常攻撃も変化します。Oh, look at that. Look at that range.But that's gonna have some landing lag. Yeah, it has tons of landing lag. Slow but powerful. Wrecking ball, man. これもまた A ボタン、B ボタンで打ち分けることは可能ですが、同時に出すことはできないです。They can't be used at the same time. Good. That would be broken. だけかと思ったらキック技も一応あるんですね。
パンチを長く押すと腕を伸ばすんですが、短めにタンとタップをするとキックになります。これカンフーコンボといういわゆる弱攻撃に相当するものですが、長押しと Hold A, arm, tap A equals kick. If you keep tapping it. 上強攻撃はこういうホイールキックみたいなものになります。そして上スマッシュ攻撃はサマーソルト。サマーソルト、I bet it kills, yeah. なんですが、サマーソルトキックにはちょっとした特徴がありまして。What? 相手の球を弾かれる。It can reflect projectiles from...Wow. サマーソルトキックで返すみたいなシチュエーションがありましたが、それを再現しています。そしてダッシュ攻撃はこういうふうに飛び蹴りをすることができます。下強攻撃、Oh, she's got a slide, because why not? That's gonna be her get out of danger button. Just like Belmonts. Just like the Belmonts. That downside she's got.She's got a fox down smash with more recovery, it looks like. Dive kicks. She has so much. I can tell just looking at it how much recovery a lot of that stuff has. Does that hit on the way up? Oh, wow. What is it with freaking...Characters have these crazy recoveries. All the DLC, most of the DLC characters have crazy recovery. That's crazy. Can you attack out of it? You have a bit of invincibility while rising, even though certain attacks hit you, they shouldn't phase you. Yeah.まあ、かわすことはできますから。Can you attack coming down? 諦めずに距離を取ることを頑張るということができたりします。必殺技上を地上で使うとアームジャンプなんですが、空中で使うとアームフック。So if you use it, okay, she has two different upbees. これを攻撃に使えることはさほどないと思います。どちらかというと、Is it a tether?Yeah, why does every DLC character have a tether? ledge tether. Why do they have ledge tether? Violeth, Joker, now Min Min. ですが、そこは最後の切り札なので、もっとスペシャルに演出をしています。アームズファイターが勢ぞろいして無数のパンチを繰り出すというものですね。ナイス。Finish him with a laser. ステージはスプリングスタジアムです。柱にある電光掲示板には様々なアームズファイターが映し出されます。ここの特徴は何といっても左右にせり出しているジャンプ台です。ジャンプ台に乗ってジャンプボタンを押しますと、こういうふうに高くジャンプすることができるんですね。ジャンプ中には相手に対する攻撃力が発生します。そしてスプリングスタジアム上方にあるこの梁も一つの特徴になっています。ここに吹っ飛んだ相手がぶつかる。Oh, that's cool. そしてこんなふうにコンボを決めたりして、いろんなアクシデントを見ますが、例えばぶつかった瞬間にとりあえず受け身を取ってみるとかで助かることもありますので、頑張ってみてください。 I wonder what the Omega stage is going to look like. I wonder if it's going to be legal. アイテムオンにしているとアイテムヘリがアイテムを運んでくることがあります。 Oh, that's cool. Look at that. Got a little face on it. 落とさないと。 Batteries not included. それでは、一通り説明をしましたので、これから実践に移りたいと思います。All right, let's see it. I'm liking this character. はい、今回は参戦ブービー。Min Min looks so degenerate. 戦ってみます。2対1です。正直言って相性は良くないですよね。特に飛行タイプという。Oh, nice. The follow-ups.So you just gotta be ready to block.
Look at that. How did you. Oh, it's still. It still lingers. Working. It's still in development. There's going to be a huge emphasis on parrying this character. さすが CP レベル8。ドラゴンじゃちょっとダメですね。ホットリングにするべきでしたね、今のはね。切り札を2回使えるっていうのがポイントです、2人でいるっちゅうのは。お、やった。Ooh, that back air. ああ、やっちゃった。使ってもらえばよかったですね、なんか。さあ、来い、来るんだ。Oh no! Input reading CPUs. Oh, it's got range. Nice. That's probably death. Oh, bounced right off the ceiling.残り1人になったとはいえ安心はできないな。何しろ切り札があるし。Oh no, but he's probably gonna live. 迂闊に腕を伸ばしてるとでも全然大丈夫。Oh no, that recovery. やっぱり接近戦を仕掛ける。Oh yeah. Min Min's gonna struggle in the CQC. マイル話していきましょう。そっか。人には割と、あの、Oh yeah, when it lets go of the blade ring, it doesn't do that much. ジャンプ。Oh dang. どうですか。はい、というわけで無事に勝てました。やっぱり、噛み合わせが大事だと思います。ダメな時にはとことんダメなこともあるんですけれども、うまくいけば前を保ったまんま相手を封殺することもできるというちょっと変わったキャラクターになっていますね。楽しんでいただければと思います。与えたダメージの落差がすごいな。以上です。ダキムイハイハイ It's still in development. Things will probably change. そうしたサウンドは以下の Now or a release.全18曲、うち2曲が原作作曲の朝日さんによるアレンジです。アームズはもともと対戦格闘ゲームみたいなところがありましたから、アレンジの必要性はありませんでした。たった600いくらのダウンロードコンテンツにもかかわらず、ほぼ全てのスタジアムの音楽を内包しているというこの曲。Oh, cool! Got all that arms music. Nice! Dig it.スプリングスタジアムと楽曲のセットは6月30日 June 29th. ファイターパスボリューム2があれば Oh, it's gonna be soon. 単体でも購入はできます。 Get that testing. まだ1人しか発表していないんですね。残りまだ5人もいるのかと思っていますが、鋭意制作中です。しばらくお待ちください。 Nice. We got 5 more fighters to go.Me costumes, let's go. について追加のお知らせです。こちらをご覧ください。What we got? Invisible. What? Oh, I love it. Well, I brought Ninjara in somehow. Here we go, Tekken! They brought Heihachi back. At least they made Heihachi. Forget that. Just put Heihachi in the game, man. Just put Heihachi in the game. Oh, Kali and. Calamari Ink Nation.Mari, just pew 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 pew.
She got a P90, man. That's cool. Oh no, Mario. They got the fall boy. Are you kidding me? The gunner. Uh-oh. Dog meat. Fallout boy, are you kidding? Or Fallout boy. Vault boy. Yeah, Fallout boy. From the band. That Mario one, I like that. Really like it. Like that P90. $0.75. I have to get him. ボルトボーイが参戦することになりました。マスコットとして着ぐるみっぽく、参戦していますね。そして、小ネタなんですが、ミーファイターのコスチュームを購入しますと、少しだけスピリットのお題が変わっているものがあります。例をご紹介します。What? これはカップヘッドの画面なんですが、通常はロックマンが相手として戦います。しかし、ミーコスチュームを購入しているとお題がカップヘッドのものになるんですね。こういったお題を、really? That's cool. アップデートで少しずつ増やしていくかもしれない予定ですので、もしもお題が変わっていたら、あ、そういうものなんだなと思ってもらえれば。Oh no, Cuphead's dead. そして、He's dead. スピリッツに新たな機能を加えようと考えています。A rematch feature, huh? 再戦機能です。スピリッツの手持ち名鑑、スピリッツ名鑑に今まで戦ったり集めたことのあるスピリットが並んでると思いますが、なんか変なマークついていますよね。ハイスコアとかついていますけど。Oh, so they give you a chance to go back and fight all the 名鑑を見ると、all the old ones. このようになっています。Nice. ですが、X ボタンを押したりするとですね。こう再戦ができてしまう。Low gravity. ここでスピリットのセットをまあ適当に組んでですね、戦うを選ぶと。Sad Deku boy. 名鑑にあるものは、そして戦うお題があるものは、いつでもそのお題で再戦をすることができるようになります。ゲッソー、上に行くやつですね。上に行くっていうことはもしかしたら、That's cool.They just float around like bloopers. 使えるかもしれないですね。そしてフィニッシュすると結果が出て、その時の装備していたスピリッツとその強さに応じたスコアが表示されます。少し SP も入りますね。Cool. するとクリアしたようなマークになってハイスコアと出ましたけど、右上のところにハイスコアトータルというのがあります。Oh, so people can try to score run these things. なので一通りすべてクリアしてしまうと、そのハイスコアというのは。Ah, I wonder if they're gonna have like leaderboards for it and stuff. That'd be kind of cool. People that like, I love people love running, break the target speed runs. There's a community even around that.再戦機能ぜひ活用していただければと思います、スピリッツのお題の中にはなかなか手強いものもあります。逃げ惑うポリンとかに苦労した人も多いんじゃないですかね、私がそうですけれども、今回スピリッツ班から、難しいお題などの解決方法についていくつか例を取ってもらいましたので、それをご覧ください。Metal Killer. He cheesed it. Oh, he's just going through these and cheesing them. Weaken with hand slap, finish with.That's smart. Ready,
What? Wow. These are just impressive. Just trying to, they're just trying to find the spirit combination to optimize it as much as possible. Wow. とにかくすごいボリュームになると思います。また、忘れられてるかもしれないですけれども、スピリッツの台というのは多人数同時に遊ぶことができますので、そちらも。Oh yeah, and there's co-op elements. That's pretty cool. But what I want to really see is. スマブラシリーズのアミーボについてなんですが、前回。Is what is it? That 3v3 where you can pick three different characters for each stock? 全種類が。アミーボとして展開されます。Why is that local only? まあ、あのスマブラ4用のデザインだったりしますから、ゼルダとかガノンドロフとか新しいデザインにならなくて残念だなとは思いますけどね。はあ、残念だ。でも全部出し尽くした。出し尽くした。ところで、これをご覧ください。He looks at the side. He's like, look. Looks to the side. 透明パーツとかで支えになってたりする。That's pretty cool. ディテールも良いと思います。Oh man, he is just, he is nerding out. He is geeking out over the. He loves Persona. Mr. Sakurai loves Persona. 自宅でこれ楽しめていいのかっていう気がしますけども。Yeah, he probably has a.Real nice ここでジョーカーを作るということはAction figure collection ダウンロードコンテンツ等々について作っていくのか Probably has a shelf with them All there He probably has all kinds of doodad knickknacks Video game related Another one! Oh! Look at that! アミーボの勇者も Hey! Pretty nice too で登場したファイターのアミーボも Heck yeah これから作られていくことになると思いますがどこからどこまで作られるのかというのは、まだ。Man, people. Those things are like $15-$20 each. You know, I don't mess around with an amiibo collector, man. Pockets run deep. ラーメンをすすっているという参戦ムービーを作ったわけですけれども、そのラーメンをすするキャプテンファルコンの声だけのために、声優の堀川亮さんをお呼びしました。堀川さんは、ドラゴンボールの Vegeta and Dragon Ball series in Japan. Oh, that's so cool. 64版を収録した時から非常に様々な音声を収録したわけですが、実は64版から新録をしていないというのはキャプテンファルコンただ一人だけでした。ヨッシーみたいにアセットを使っているものを除いてですけれども。まあ楽しく、収録させて I bet it was 時々キャプテンファルコンファルコンパンチやってみたいなことも言われるみたいですね Oh yeah, so that's his voice 64番からの声をそのまま使っているということはなんで切り札ボイスがあるんだあのカモンブルファルコンってやつですねそれ64番にないですけれど実は64番の時から、そういう最後の切り札に準じたような仕様というのは考えてはいたんですねやめちゃいましたけれども、oh, really? スマブラ X で3作目でやっと、そういう仕様が入ったというような経歴があります今回は、私の自宅からお送りすることになりました外出禁止以前に、コロナウイルスの影響というのが、大変厳しい状態になっていますこれが、公開されるときには少しは状況が改善されることを望みますけれどもやっぱりまだまだ厳しい状況ではないのかなと想像しています当然ゲームもいろいろな作品が They certainly are facing challenges right now あるいは、こっそりと中止になったりしているものもあるかもしれませんですが、少なくとも私たちは、スマブラチームはできることを頑張っていきたいと思います Within the scope of our abilities あと5つの、ダウンロードコンテンツを作るということはお約束しますし、中でも参戦ムービーもちゃんと作っていくことにしたいと思いますできる限りのことをやりたいと考えています。なので、
もしも外出禁止が出ていたとしたならば、まあ、家でおとなしくゲームなどするなり、頑張っていきたいと思いますね。皆さん協力していきましょう。それではおそ松様でした、ご清聴ありがとうございました。それでは。 See, he was thanking us for watching the video. We should be thanking him. Sweet. All right, that's the arms character reveal. Guess we're getting Min Min. I love it.